ちょっといろいろと手直しして、ニューバージョンで。これは子供が小学校1年生の時に作った曲なんですけど、知的障害の子供がいまして、その子ももう、もう早いもので18歳、この間高校卒業しました、豊中支援学校を。で、本当になんか感無量でね、小学校3年生までは一人で、一人学校にも行けなくて、私がもうずっと行きも帰りも泳ぎも全て学習発表会もそばについて、一緒に一番前でね、子供の隣で大きい私がこう演技したり、もう本当にもう全てついてね、回っていた子供でした。それがね、もういつの間にか小学校5年過ぎた頃から反抗期が入りまして、で中学入ってからは思春期入りましてね、もう一人で大きくなったような顔をして、今ではねもう誰のおかげで大きなってみたいなね、偉そうな態度してますが、でもこの4月から今日、就労移行支援という授業の方でお世話になるというね、ジョブの方でね、本当に訓練学校の方で、一般企業に向けて、社会人として頑張っていこうというね、そういう下準備に入っていきます。まあそんな感じで、子どもの歌を歌って歌でございます。ではマザーズハート、はい、最初は私やったそうです。どんなやったっけフレーズが、フレーズどんなフレーズやったっけあ、そうです、さっきちょっとしてなかったもんでねあ、そうや、お願いします。はい、いきます。走り砂浜遠くまで走
でその前に夜が来るというダンダンタダンタララランというね、ウイスキーのコマーシャルのあれを黒さんが演奏で弾きます。はい、先に。